どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールダーク王の強いキャラクターを紹介していきます。先日行った配信で、海外の東京グールダーク王プレイヤーがですね、僕の配信にめちゃくちゃ集まって、ダーク王はこうやって進めるんだよとか、このガシャを引いた方がいいよとか、石の使い方こうだとか、このアイテムはここで使うんだよとかっていう、様々な情報を提供してくれたんで、今回はその中からですね、このゲームにおいて強いと言われているキャラクターを紹介していきます。情報を提供してくださった、外国人プレイヤーの方、本当にありがとうございます。感謝しています。ダーク王を配信当時からずっとやってる外国人プレイヤーに、とりあえず強いキャラを教えてくれって言ったんですよ。じゃあ、SSR はまず2種類あるぞと。赤い SSR と金色の SSR があって、レッド SSR はノロ、イグザアリマ、フクロウ。で、イエロー SSR はバレンタインアキラ、クリスマストーカー、ホウジさん、アラタプロとの篠原、コマさん、カヤさんのタッグ SSR。とりあえず SSR の中で強いのは今挙げたキャラクターたちらしいです。で、他にも強いキャラクターは、いっぱいいるんですけど、特に注目されているのは今言ったキャラクターたちらしいです。リセマラするならこの辺りを選ぶといいかもしれませんね。最強アタッカー。バトルにおいて最高の火力を出してくれるキャラクターが、浴衣有馬、ノロ、アラタプロとの篠原です。最強サポーター。バトルにおいて最高のサポート能力を発揮するキャラクターが、ハロウィンひなみとコマ&カヤさんらしいです。ひなみは基本的に最強のサポーターらしいです。受けたダメージに対して味方の HP を回復するパッシブ能力を持っています。最強ディフェンダー。バトルにおいて最高の防御力を誇るキャラクターが、イグザ有馬と新たの篠原とのことです。攻撃、防御、サポートにおいて特に注目すべきキャラクターを今回は簡単に紹介しました。このゲーム、キャラごとに持ってるスキルも様々で、育成システムも面白くて、マジで楽しいですよね。今回、情報を提供してくださった海外リスナーの皆さん、ありがとうございました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。